皆さんこんにちは、フィットネスメイトヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。ということで今回ですね、12種目で12分間追い込む HIIT トレーニングヒートをご用意いたしました。めちゃめちゃきついですが最後まで頑張って最高に美しい絶景見ましょうね。達成感という絶景を見るために一発目から全力でやっていきましょう。まず一発目種目はスクワットです。準備はいいですか？追い込むか追い込みまくるかはあなた次第。さあやっていきましょう。かかと重心、お尻を後ろに突き出すようにして、膝、つま先が同じ向きで、上半身一直線、頭からお尻までを一直線のままキープしながら、深くしゃがんでいきましょうか。できるだけ筋肉でスクワットをやっていきましょうね。追い込んで追い込みまくっていきましょう。最初一発目から全力でやっていきます。できるだけ深くしゃがんで、そしてできるだけ早く起き上がっていく。あとは休憩を挟まずテンポを上げず、トン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 とできるだけ止まらずスクワットを続けていきましょう。残り5秒間追い込みまくっちゃってください。いい感じですね。その調子。OK! ナイス !OK です。20秒間休憩していきます。フィットネスメイトはこのような形でトレンドが実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録が周りの方はよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして皆さんご希望とかありましたら、コメント欄に書いていただきましたら、すべて読ませていただいてますので、よかったらご希望がありましたら、ご気軽にご記入ください。ということで、次、バックランチやっていきましょうか。ということで、しっかりと体幹固定しながら、バランス結構崩れやすくなってます。そして、膝がなるべくつま先より前に出ないように大きく後ろに踏み出していきましょう。そして前に出てる方の足のかかと重心でかかとで蹴り上げて、お尻をキュッと締めるような感じで体を持ち上げてください。上半身結構揺れやすいんで、頭左右に揺れないようにしながら、上半身もしっかりと固定しながら、足で筋肉で太もも裏、お尻でバックランジを続けていきましょう。いい感じ。残り7秒間追い込んでいきましょう。4秒前、3秒前、2秒前、1秒前。 OK です。お疲れ様です。皆さん本当にコメントいつもありがとうございます。毎朝読ませていただいてるんですけども、めちゃくちゃもうモチベーション上がりまくってます。本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも楽しく頑張る動画を作っていくよう頑張りますので、よかったら今回も最後まで筋トレ頑張りましょうね。OK! ということで、もも上げやっていきましょう。体幹ぶれないようにしながら、頭からお尻までは一直線のイメージのまま、膝をできるだけ早く高く上げていきましょう。走り出したら止まらない。それぐらい早くその場でやっていきます。あなたは忍者、服部くんです。さと、できるだけ膝を早く上げていきましょうね。でも音がなるべく鳴らないように、地面に足をつけるときは、丁寧にエレガントにやっていきましょう。ただ、早く。そうすることによって負荷を一気に高めることができます。できるだけ心拍数を高めまくってミトコンドリアを増やしまくっちゃってください。それによってトレーニング終わりも脂肪がどんどん燃えてくれますので、トレーニング中だけなく終わってからも燃えていく。ナイス。 OK 20秒間休憩していきます。体作りにおいて食事管理ってめっちゃくちゃ大切なんですよ。で、その食事管理に関してはですね、すべて概要欄にまとめてます。あとですね、皆さんのご質問はインスタグラムのインスタライブでお答えしてますので、もしよかったら概要欄に貼ってますので、インスタグラムの方もチェックしてみてください。ということで、次はスライドレッグやっていきましょうか。体幹しっかりと固定して、できるだけ足を遠くになるべくスライドさせて、エレガントにやっていきましょうね。スムーズに、なるべく動作を止めないように、一回一回の動作を丁寧に、でも早く体幹固定しながらやっていきましょう。追い込みまくっちゃってください。ここからですよ、自分との戦いです。さあ、昨日の自分に打ち勝て、1ミリでも成長。一回頑張ることに、今あなたの脂肪がボ燃えてます。燃えまくってます。想像してください。頑張れる気しかしませんね。 OK、 脂肪を燃やしまくりましょう。 OK です。20秒間休憩していきます。で、ミトコンドリアっていうのは皆さんの中にあるんですけど、年齢とストレスとともに低下していくんですけど、このミトコンドリアってエネルギーを作るものなんですね。なのでこれが低下していくことによって疲れやすくなったりしてきます。これは年齢とストレスとも低下するけど、ヒートをすることによって年齢関係なく増やすことができるんですよ。やばくないですか。脂肪を燃やしてミトコンドリア活性化させちゃいましょう。さあ、次はパンチなんですけど、マジで下手くそなパンチですよね、これ。皆さんは筋トレに集中してください。笑うことによってお腹腹圧高まって腹筋一緒に鍛えることできるんで、皆さんは全力でパンチをしてくださいね。ただ僕は全く格闘技経験もないんで、それっぽい動きでやってみたんですけど、何回見ても面白いこれ。
ああ皆さんすみません、集中してください、パンチに集中してください、全力でパンチ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 、ミトコンドリア活性、脂肪を燃やしていきましょう。残り3秒間そのまま全力でパンチをしていく。 OK、 20秒間休憩していきます。今回は12種目なんで毎回毎回違う種目なんですけど、結構今までにやったことがある種目ばっかりです。なので一度でもですね、フィットネスメイトのヒットやったことある方はですね、あー懐かしいなーっていうトレーニングもあるんじゃないでしょうか。ということで今回は次はバーピー胸付けなしバージョンです。もし腕立て伏せができる方はですね、腕立て伏せをつけて胸付けバーピーに変えてもらっても OK です。さあできるだけ体幹固定しながら高く飛んでいきましょうか。そして頭から足まで一直線をイメージして高く飛んで深くしゃがんで、できるだけ早く早く、そして音が鳴らないようにしていきましょう。めちゃめちゃ丁寧でエレガント、でも早いから脂肪燃えまくっていく、燃やしまくっちゃいましょう。ミトコンドリア活性化させちゃいましょう。さあ一回一回燃えてますよ、聞こえてきます、ここまで燃えてるその音が。残り2秒1秒、 OK、 20秒間休憩していきます。いやほんまにこう皆さんも見ていただいてる方のもうコメントがもうポジティブポジティブ、元気元気で、もう向上心向上心すぎて、マジでもう毎日読ませていただいてるんですけど、もうめちゃめちゃこっちまでテンション上がります。なあもうみんなすげえなってマジで思いますよ。おっとすみません、じゃあ次の筋トレいきましょうか。ランジやっていきましょう。体幹しっかりと固定しながらできるだけ前に大きく踏み出して、つま先よりのですね、このつま先よりも膝が前に前に出ないように注意していきましょう。できるだけ高く、高くじゃない、前に前に足を踏み出して下にしゃがむ感じ、そして上に上がる感じ、常にかかと、前に出て方のかかとで蹴り上げて、太もも裏とお尻を使って体を持ち上げていきましょうか。マインドマッスルコネクション、常に太もも裏お尻を使っていきましょう。そして上半身は軽くタイトにしたままですね、揺れないようにブレないようにしていきましょう。イメージで言うと気をつけっていう時の感覚に近いです。力が入りすぎず抜けすぎず、 OK ナイス。20秒間休憩していきます。ということでさっきの続きなんですけど、もうマジでもう皆さんですね、もう嬉しいコメントほんまにありがとうございます。本当にここまで頑張ってくれたの本当に皆さんのおかげです。これからもですね、もう頑張りまくりまくって楽しい実況筋トレ動画上げていけろ、頑張りたいと思います。ということで次の種目マウンテンクライミング、体幹しっかりと固定しながらできるだけ足を軽やかに早く上げていきましょうか。この時にちょっと膝をですね、中心溝落ちめがけてキックしてみてください。一気に一気に腹筋の負荷が高まってきます。噛みまくりますが、皆さんはですねそれすら聞こえてないぐらい筋トレに集中しちゃってください。ナイス。 OK ということで中心めかけてキックして、ちょっとですねこう体がひねる感覚でも上半身は動かないようにしっかりと固定していきましょうか。肩、背中、腕、全ての筋肉を使って上半身バッチバチに固定していきましょう。 OK です。20秒間休憩していきます。はい。で、僕の筋トレ動画って結構きつい内容で作ってるんですよ。なので、もう皆さんができないっていうのもちょっと分かってます。できない方もいると思ってます。なので、できない方はできるところまででいいです。もしくは、ゆっくりやってもらってもいいので、僕のスピードに最終的にですよ。最終的についていける。むしろ、大事なとこで噛むーってことで、むしろ、抜いちゃってください。僕のことなんか越しちゃってください。越していきましょう。ジャンピングジャックス。できるだけ早くやっていきましょうか。体幹しっかりと固定しながら、パグ、パグ、パグ。もっと早くいけるんじゃないでしょうか。限界突破。パグ、パグ、パグ。いい感じじゃないですか。めちゃめちゃいい感じですよ。そのままそのまま、あと10秒間キープしていきましょう。追い込みまくっちゃってください。5秒前。4。3、2、1。OK です。20秒間休憩していきます。そう。で、筋トレ動画なんですけど、まあ、レベルもですね、多少は差があるんですけど、基本的に同じようなレベルで作ってます。なんで皆さんですね、ちょっとこれレベル低いなと思った時は、早く動いてみてください。もしくは長くやってもらっても結構です。インターバルを短くするなど、いろいろアレンジ、加えてみちゃってください。ということで、バックランチしていきましょうか。今回40秒トレーニング、20秒休憩なんで、いつもだったら30秒トレーニング、30秒休憩なので、少しですね、ハードになってます。いや、結構ハードになってますか。しっかりとですね、なので集中して体幹ブレやすくなっていきます。そしてフォームも乱れやすくなってくるので、その後怪我する可能性もあるので、できるだけしんどい中でもめちゃめちゃ丁寧にやっていきましょうか。
もし痛みが出た場合などはすぐにトレーニングを中断してください。ただ痛みがない場合は頑張っていきましょうか。残り10秒間バックランジ丁寧にやっていきましょう。しっかりと体幹固定しながらそのままそのままいい感じそう。そして膝を高く蹴っていきましょうね。OK です。20秒間休憩していきます。ということで次はよく静かにできるシリーズでおなじみのソーラン節を取り入れさせていただきました。しっかりと深くしゃがんで大きい綱を力強く引いていきましょうか。残り2秒1秒。 OK レッツゴー。ソーラン節どっこいしょどっこいしょ。ソーランソーラン、いい感じですね。余裕がある方はぜひ皆さんも言ってください。どっこいしょどっこいしょ。いい声じゃないですか。ここまで響いてきましたよ。どっこいしょどっこいしょ。ソーランソーラン、よっしゃー、脂肪燃えたぜ。ミトコンドリア活性したぜ。さあもっと燃やしちゃいましょう。残り10秒間綱引いていきましょうね。7秒前、6秒前、5秒前、4、3、2、1、ナイス。20秒間休憩していきます。休憩は次のトレーニングを本気で頑張るための準備期間です。次はハイジャンプバービーです。もし腕立て伏せができる方は全腕立て伏せも追加で取り入れてみてください。胸付けハイジャンプバービーにしちゃってみてください。ということでできるだけ高くジャンプすることが大切なのでできるだけ高くジャンプしていきましょう。そしてそのまま深くしゃがんで高くジャンプする。できるだけできるだけ高くジャンプしていきましょうね。わかります、めちゃくちゃ足重いっすよね。マジで足重いと思うんですけど、その中でもできる限り高く飛んでいきましょうか。残り20秒間ハイジャンプバーピーやっていく。脂肪燃やしていく。ミトコンドリア活性化させまくっていく。さあそのままそのままキープゴイン。いい感じいい感じですよ。理想の体を作るために3秒前2秒前1秒前。 OK です。お疲れ様でした。マジでお疲れ様です。めちゃめちゃハードでしたね。イコールめちゃめちゃ効果ありますから、自分自身にナイス、そして大きな拍手を送って褒めまくっちゃってください。フィットネスメイトではこのような形でトレンドが実況付きで投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムの方でインスタライブをして皆さんの質問にお答えしたりしてますので、よかったら概要欄に貼ってますのでそちらの方もチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。